9ということで、これもうライブ配信開始です。もう上にライブっていうのがついたように、これでライブ配信開始になったんですけど、そうするとこの日本地図の、僕はこれ新潟で登録されているので、新潟あたりにもうじき青い点がつくはずです。そうするとここで配信を開始したっていうことが分かるんですが、そうするとですね、今上のですね、ライブの横のところの数字に2とか3とかっていう数字が今出てますね。3、これも3人今この放送見始めたよっていうことです。で、下から名前が出てきています。何々さんが参加しました、参加しましたってなってるのは、見てる人が分かるんですね。いいねも何もしなくても、このページを開いたら何々さんが見てるよってことが分かるので、そうするとここに出てる人の名前を、湊さんお久しぶりですか、五十嵐さんこんにちは、こんばんはとかってお話すると、本人はびっくりしますよね。僕の名前呼ばれたみたいな、なんで分かるのみたいな。でもこのように、配信することができます。そうすると例えばですね、皆さんの扱っているものの中で、イベントとかね、もういいですよね、イベントで盛り上がってますみたいなことを、配信することも今9になりました、ね、できますし、あ、つけましたね。そうするとここのとこにマウス当てると、まあ僕同じですね、出ますね。ということは、例えばあんまりいい話ではないんですけど、この間博多で陥没事故があったりしましたよね。で、まあ地震もあっちゃいけないものですけど、何かそういうものがあったときに、今こんなことは、自分たちの近くで起きてますっていうことをライブ配信すると、多分テレビを見るよりもみんながやってるのを見た方が早いですよね。テレビカメラがその現地に行くよりも前に、先にそこでもう誰かがですね、発信してるっていうことがもうできるようになっちゃったんですね。で、これを今日本で見てるっていうことは世界から見れるっていうことなんで、世界の誰かが日本で何か誰かやってないかなと思って、こうやってやって、ここなんだろうってやれば、これがもう出ちゃうわけですよ。これ大変ですよ。これピコ太郎っているじゃないですか。ピコ太郎が有名になったのはね、ジャスティン・ビーバーが、面白いやつがいるって言ってツイートしたから、すごい有名になりましたけど、もしかしたらジャスティン・ビーバーが僕の番組見て、なんか変なやつがいるって言ってツイートしたら、えらいことになるってことですよね。だからまあこんな見て何とも思わないかもしれないけど、皆さんがいろいろ、例えばゆるキャラとかね、その地元で、発信してる内容を見て、その何これとかっていうことはあるということです。まあ、そういうライブ配信の可能性っていうのが誰でもね、スマホ1台でできるようになりましたので、ぜひ皆さんもやってみてはどうですかということですね。そうするとですね、このようにマウスを当てると、今こう青い線がビャーッとこう引かれましたよね。で、この青い線の先には何があるかっていうと、そこの人がこの台湾かな、これ、韓国の番組を見てるってことなんですね。だからもうこの時点で韓国の人だけが見てるんではなくて、なんでクレヨンしんちゃん見てるんですか。クレヨンしんちゃんを全世界の人が今見てるということです。というようなものも出ます。なので、僕の放送も、もしかしたら、全世界の人が、見てくれたら、青い線が全世界から貼られるということですね。まあ、このようなことが簡単できるようになりましたので、やっていませんかということです。で、これ今ライブで流しましたので、これそのままですね、すいません、終了します。